一線スルーの構造を一線スルー、もしくは一線スルー方式は、鉄道の単線区間における行き違い施設の線路配線と信号システムの位置形態、特急列車等の優等列車を分岐器の直線側を通過させる方式を言う。通過列車に分岐器の定位側を通行できるようにすることで、曲線分岐側の速度制限が適用されないようにして高速化を図る。 単線区間においては、上り列車と下り列車がすれ違うために、駅なり信号所などといった行き違い施設を設ける必要がある。日本などでは行き違い施設の王道が Y 型の12番分岐器を設け、上り列車は上り主本線を、下り列車は下り主本線を走行させ、通過列車でも時速35から 45km ぐらいに速度を落として、 それぞれの本線を通過させるもので、この方式は安全性は高いが単線区間の平均速度を上げられない要因となっていたが、保安設備が進歩して高速で、側線に入らないように列車制御ができるようになってから、高速を維持しながら通過できるように片側を直線として曲線の対比側線を加えた一線スルー方式が日本でも見られるようになった。一線スルー配線では、 信号システムを変更して、通過列車の運転線路を分岐器の基準線側に設定することで、通過列車の通過速度を高める。制限速度の高い側が上下手本線、低い側が上下不可本線となり、列車の上下に関わらず、通過列車は上下手本線を、対比列車は上下不可本線を通行する。このため、列車の交換などの場合、一時的に原則とは、 逆方向の形になる場合もある。通過列車の走る線路は片開き分岐の直線側となることが多いが、駅前後に曲線制限などがある場合、線形上直線化が難しい場合については、振り分け分岐を用いて分岐角の小さい側を上下主本線とすることがある。最近では片開き分岐器の直線側を制限速度無制限にするため、 男性分岐器が使用される例が多い。これは一般の片開き分岐器の直線側制限速度は時速 100km であり、20番両開き分岐器の制限速度時速 90km と大差がないためである。鉄道の駅構内の信号機は番線への到着を許可する場内信号機と番線からの出発を許可する出発信号機の二つが基本となっている。 一線スルーでない交換駅では、上り本線とされた番線には、上り列車用の場内信号機と出発信号機が立てられ、そのままでは下り列車を運転することができない。一線スルー化にあたっては、上下通過列車を上下主本線に通すため、上下主本線、上下副本線ともに上り、列車用、下り列車用の両方の信号機を立て、それを制御できるように、 信号回路の変更を行う。またこのような駅の場合は、列車集中制御装置でも上り線に入る列車は、上り列車、下り線に入る列車は、下り列車とみなしていたため、一線スルー化に合わせて、どちらの線路にどの方向の列車が入っているかを識別する装置を設置する必要がある。つまり、線路の配線は、片側が直線となっていてもそれが上下主本線ではなく、 信号システムの上で、上り主本線と折り主本線が設定されている場合は、一線スルーではない。また、一般駅で貨物取扱いがあった頃、本線が直線で、貨物側線がカーブして上下走方向で本線と接続していたケースがたまにあったが、こうした駅違い目的ではない分岐のある駅は、ただの防線駅である。日本以外の鉄道では、伏線区間においても、 単線並列運転として列車の進行方向を限定することは多くない。停車場内の番線でもどの線路でもどちら方向へも運転できるのが通常である。アジアにおいても古くからジャワ島で高密度の鉄道が配備されていたインドネシアでは蒸気機関車の頃から一線スルー型の駅が存在していた。一方日本の鉄道においては複線区間では 左側通行が原則とされている。これに対して停車場内での列車の行き違いに、際しては、かつての日本国有鉄道の運転取扱い基準規定では特に指定した場合を、除き左側通行と定めていたが、国鉄分割民営化によってこの規定はなくなり、停車場内において左側通行をしなければならない、規定上の根拠は存在しない。ところが、 1977年12月に国鉄電気局が定めた地方交通線用の信号設備設計試行標準では地方交通線において自動進路制御装置付きの 4C 型 CTC を導入することとしていたこの装置ではアークに列車線別機能がないためアークで制御を行う前提では自動的に左側通行となる仕様であったこの装置でも 連動装置に必要な進路の設定を行っておき、指令員が手動で CTC の操作を行えば、交換駅における列車進入番線を任意に設定できるが、実際には導入費用削減のために連動装置の進路設定も最小限に抑えられている駅がほとんどであった。これにより、たとえ配線の上では直線側の速度制限のない番線があるように見えても、 信号システムでは、上り本線通り、本線が区別され、通過列車が速度制限を受ける番線を通らなければならない事態が発生することになった。岩き信号場は、兵庫県阿光郡上郡町岩き港にある、地図急行地図線の信号場であり、最も単純な構成を持つ一線スルー配線となっている。写真は、手前が苔縄方面、奥が上郡方面である。 対比線では、二両編成の普通列車のみ、対比することができる。新関駅の構内の写真は、新津方を示す。左側が一番線、右側が二番線である。列車の待ち合わせがない場合は、新津、新潟方面、五線、津川方面とも一番線から発着する。また、快速、阿賀の SL 番越物語号などの通過列車も一番線を走行する。 列車の行き違いがある場合は、時間帯に合わせて1番線、2番線を使い分けて入線させる。東海旅客鉄道でも、優等列車が高速で駅通過を行うための分岐器の改良を行っているが、両開き分岐器を高速通過可能な方に取り換える方式を採用している。このため、通過列車でも駅構内は上下別線運行となっており、 一線スルー方式は採用されていない。この改良は高山本線で重点的に行われている。ただし、ソ原駅のようにもともと一線スルー型の構造を持つ駅は一線スルーのままにしている駅も存在する。ありがとうございます。